辻、美優、猿と見つめ合う立花さん。私たちはとてつもない映像を発見してしまいました。猿の毛づくろい。家族や友達など、気の置けない間柄で行うスキンシップです。お互いにやり合いっこするのが信頼の証。さて、野宴公園を作った立花さんの驚きの映像とは 野公園を作った男橘翔吾。猿と友達になるまでの奇跡です。